とトニーグの月が見える箱庭、皆様ハイタイ、時刻は夜25時を回りました。この番組は金曜日の夜更かしにお供していただきたいと思い番組を始めました。どう MC は私とトニーとアシスタントの、はい、まなみーです。お願いします。よろしくお願いします。なお FM ギノアの収録放送となっておりますのが、ツイキャス、YouTube のアーカイブ、リアルタイムではスマホアプリ、リスンラジオ、車やご家庭のラジオ媒体にてお楽しみいただけます。公式インスタもございます。箱にははい、アンダーバー527にてメッセージ、リクエストなどを募集しております。FM ギノワンのメールアドレス797@fmginowan.com に件名、箱庭と添えてメッセージやリクエストなどをお願いいたします。好きな場所でお好きなドリンク、フードを楽しみながら約25分間お付き合いください。お願いします。わあ、記念すべき最初の放送ですが、めっちゃ緊張してます。やばいですね。箱庭っていう名前かわいいですね。本当ですか、はい、そう、なんかもともとその一番最初に、うん、この私の活動ネームでトニーって言うんですけど、はい、トニーの部屋っていう名前をやりたいんですけど、うん、そこはそのなんだろう、最終段階にそうそう入れたくって、はい、でそのお部屋の前って庭だよなから始まって、そう、これがなんか降りていく。ここにはいいですね、はい、じゃあどんどん庭からそう入っていく、ね、入ってお家の中に入っていくみたいな感じで、そう、はい、なんかこの BGM も先輩、うん、高校の先輩が作ってくれて、はい、なんか夜っぽくお願いしますってたらこうなりました。すごい、そうなんです。いいですね、はい。ありがとうございます。本当にこの深夜にすごいなんかリラックスできそうな音楽、うん、そう、うん、なんか迷ったんですよ、居酒屋っぽくするかそうこっちっぽくするかっていう、はい、そうそうそう、居酒屋っぽくもでもなんかちょっと面白そうですけど、そうそう、なんか居酒屋っていうかクラブっていうか、うん、ちょっとポップっぽくしようかなって迷ったんですけど、うん、そうこっちの方がなんか心休まるかなと思って、うん、収録放送には向いてないかもしれないけど、はい、そうそうそう、じゃあちょうど金曜日の深夜じゃないですか、そう、だからちょっとね、皆さんのもうわさわさ、あ、そう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 、ざわついてる人もまあいる中でぜひぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、どうしよう、とりあえず一旦 CM に、はい、行きます。はい、じゃあ一旦 CM です。お願いします。で、じゃあ一旦 CM 行った手で、はい、あーすごい。今ので大体だね、今のででも3分半くらいか、なるほど、なので結構喋れます。なるほどCM 明けもそのまま音楽流して、音楽というかビジネス流して始まる感じでいいですか。はい、大丈夫です、うん、OK です。じゃあ何喋ろう何から喋りますか、ちなみに。どうしよう、なんかそのあ、でもそっか、ラジオ始めたきっかけ、きっかけとかそこら辺から行きましょうか。はい、じゃあ CM 開けたところから行きますね。あ、これ CM 開けた後ってあれですか、はい、なんて言ってましたっけ、みんなこの時間はみたいな、なんとかお届けしてますとか、なんかそんな感じです。あ、綺麗です、ありがとうございます。じゃあ行きますね。はい、
この時間はトニーの月が見える箱庭をお送りしております。はいということで、今日は初回放送となっておりますので、はい、じゃなんかこの番組で例えばどんなことをしたいかとか、そもそもじゃあラジオをやろうと思ったきっかけみたいな、あーなるほど、私がラジオやりたいと思ってたのが、はい、大学4年生の時なんですけど、うん、その大学4年生の時って就職活動あるじゃないですか、うんはい、で親にラジオパーソナリティになるって言った時に、そう却下されたんですよで却下されて、で諦めたんですね、うん、でそのまま就職活動で一回会社に正社員で入ったんですけど、その後に、ISD 個性心理学っていうものに出会って、はいうん、で、その時の、それで、ちょっと、なんだろう、お仕事しながら、うん、学んでた時期があって、で、その時に、その、なんだろう、受講生だけが学べる、この、勉強会みたいな中で、その、講師をしてくれた先生が、うん、ラジオパーソナリティになりたいんでしょみたいな。うん、仕事辞めてっていうわけではないけど、絶対なれるからやってみって言われて、それきっかけに翌日に仕事辞めるって言って、仕事辞めるって言って正社員辞めて、で、もう今正社員辞めて半年ぐらいなるんですけど、そしたら、その ISD きっかけで2回ぐらいラジオをゲスト出演させてもらって、うん、で、先月、えへみぎのあんさんからお話いただいたので、うん、やったっていう感じです。ああ、そういう流れがあったんですね。はい。じゃあ、昔からラジオは好きだったっていう感じですか？ラジオパーソナリティ、はい、なんか多分喋るのとか表現が多分好きなんですよ。うん、で、だけど、その、もともと大学に行ってたのは、まあ、教職で行ってて、通ってたんですけど、うん、やっぱその、そのトニーっていう活動ネームがきっかけになってるラジオパーソナリティさんがいるんですけど、そう、その人のパーソナリティさんの、なんていうの、ラジオ聞いた時に、うん、あ、なんか自分もなりたいなと思って、そうそうそう、っていう感じ。なるほど。そう、多分みんなトニーって聞いたら、あ、あの人かなって思う。方がいるんですね。はい、いらっしゃると思うんですけど。じゃあそこからそのトニーさんの名前も取ってるとか、そこがきっかけで、そうですね。そういう活動名になってる。そうですね。一応本当はその人の、なんだろう、あだ名というかニックネームをそのまま丸パクリしてたんですけど、名前が長すぎるってみんなに言われて、そう。で、略してトニーになりました。そうそう、いいですね。でもトニーって可愛い。本当ですか。ありがとうございます。はい、あとはあれです。ワンピースのチョッパーが好きな。うん、ね。はい。なんかちょっと思ったんですよ。なんかチョッパーかな。そうそうそう。チョッパーが好きってのもあって、うん、そっからトニーになりました。すごい。じゃあその名前を使って、そういう例えば個性心理学とかもやってるんですか？あ、そうですね、うん、今はそうです、トニーっていうこの活動名義でやってるので、うん、本名知ってる人はあんまりいないかもしれない。じゃあ普段そうやって知り合った人からトニーさん、トニーさんって言われる感じですか？そうです、はい、面白いですね。もう多分このあだ名が生まれたのがもう10年前ぐらいなので、うん、10年前より長く付き合ってる人は本名で呼んでくれるけど、うん、その人たち以外はもうトニーちゃんみたいな。そうそうそう。あ、なるほど。で、このちょっと気になるのが、はい、その ISD 個性心理学っていうのに、はい、なんか それ自体も気になるんですけど確かに気になりますよね。そうそうそう、なんかそれに出会ったきっかけがその仕事してる。ああ、なるほど。うん、でもその出会ったきっかけが、うん、保育園の時の先生が学んでて、で私がそのなんだっけな、言葉を知ったのが ISD 個性心理学っていう言葉を知ったのが大学4年生の時で、就活で、うん、なんか就活どうしようか悩んでるって言われた時に。
その ISB 個性心理学は自分の強みとか、うん、その何だろう持ってるものが誕生日だけでわかるから一、うん、回受けてみないみたいな感じで分析を受けて、うん、でもそうあの時ってまだ学生だから、はい、その講座にかお金をかけるっていう感覚が全然なくって、ないですよねあの時期は。そう、うん、なくってでそれであ受けてありがとうで終わってたんですけど。うんでちょうどその2年3年ぐらい経った時にそういえばと思ってあのまあ受講生っていう感じで学んで、うん、でまたそこから 1,2 年ぐらいはあの仕事本業とあのその学びっていう感じで活動してました。そうあすごい。えそれをなんかじゃあ思い出してちょっと興味を持つ部分があったってことですか。あそうです、うん、なんか最初はやっぱり、この ISD 個性心理学で出てくるのが動物なので、うん、そう、ね、ですよね。そうそう動物だからやっぱ動物占いだろうって私も思ってたんですけど、うん、でも動物以外のところにこのなんだろう焦点っていうか、うん、このスポットライトやってた時にあ確かになっていうのとその自分のそのこのなんだろう人生の流れ的なのが、うんすっごいリンクしてる部分があったから、そうそう、あ、やってみようかなと思って、あやりました。そう、なんか私も、何年か前に、ラジオのゲスト で、私の担当してる番組に直接来たわけじゃないですか。あなんか他の番組にたまたまその ISD 個性診療やってる方が出てて、うんうん、なるほど。話は聞いてて、うんうん、私も、なんか、実際やったりとかはしたことなくて、でもそうやってなんか動物でやるんだよとかっていうのは聞いてたんですよ。そう結構いるんですか、なんか動物の種類は。動物の種類でいうと、大まかに言うと12匹います、そうそう、でもその12匹の前にこの3パターン、うん、あの分けられるやつがあって、なんか、なんだっけ、月、地球、太陽のまず3パターンで分かれるんですよ、うん、でその後にあの動物12匹をあの、ま、分けてそこからまた60分類って言ってあの動物にも何種類かタイプがいるって感じで、そうそうそう、だからその3パターンでまず人って分けられるから面白いよねっていうとこから始まるっていう月と地球と太陽、そうですそうです。それで結構変わるんですか。それだけでもあ変わり性格っていうか持ってる個性が違うので、なんだろう刺さる言葉が違うっていうか、例えばなんですけど、買い物するときとかも多分あのまなみさんだとその値段とかで、うん、あの買うときって決めると思うんですけど、うん、私は接客態度で決めるんですよ。そうだから値段が1円でも安くても、その買い1円どんなに安くてもその対応してくれる人の対応、うん、態度がそうもう最悪だったら絶対来ないみたいな、そうここで安く買うぐらいだったらもうネットで買うわみたいな感じで、そうですね。だしやっぱりそれであの、まあ、ちょっと体力指数みたいのも分かるので、うん、フルで働ける人も、うん、あのこの体力指数でなんとなく分かるし、うん、やっぱパートで休み多めでっていうのもなんとなく分かるので、すごい、そういうのもあるんですか。そうだから正社員が向いてる向いてないっていうのもなんか若干そのまあ統計結果なんですけど、なんか思ってたのと全然違いました。なんかそういう本当に個性、うん、なんだろう、どちらかというと性格面の個性のところなのかなと思って、あそういうなんか例えば大変なところもなんですね。そうなんかやっぱりあの人と会うことでエネルギーを吸収できる人もいれば、うん、そうじゃない人もいるので、うん、そうそうそう、おそうなんです。面白い。だからそういう部分から見てみると、うん、やっぱその統計結果だから、まあ、ある意味性格っていう部分じゃなくって、うん、そうそう。で、やっぱ性格っていうのも、まあ、この私たちが使ってる統計学のデータが、まあ、30% で構成されてるんですけど、うん、なんだろう。残りの、その、
60% とか 10% っていうのが、うん、10% がまあ親の DNA で 60% が環境なんですよ。うん、なのでどんなに子育てでもこの子供に対してバカとかそういう悪い言葉を使わないように、うん、あの親御さんが教育してても子供って保育園でいろんなもの吸収していろんなもの、うん、そうまあ病気とかなんとかでも持って帰ってくるので、それで結局その子がまあ風になったりもあるし、やっぱりその悪い言葉を覚えてって、うん、あの親とその親が教えてないことも覚えて帰ってきちゃうっていう感じ、うん、そうだからその性格を決め、性格っていうのもその子の決めつけの部分もあるので、うん、そう一概こういう個性ですよね、こういう性格ですよねっていうのはちょっと決めつけではないんですけど、そうそうそう、まあ、環境によってもあそうですそうです、環境による方が大きいですか？あ、そうです。もう環境が 60% なので。なので、まあ、簡単に言ったら、どの個性でも、うん、あの、犯罪者はいるし、うん、あの、まあ、なんだろう、自分と合わない人もいるし、っていう。うん、そうそうそう。はぁ、奥が深いです、ね。話を聞けば聞くほど。そうなんです。はい、ここでちょっと番組、はい、そろそろ真ん中あたりなので、あ、はい、音楽、あ、そうですね、曲流したいと思います。はい、じゃあ曲紹介をお願いしてもいいですか？はい、ですね、畑元博さんの、はい、琴の葉です。お願いします。ちなみに5分なんですけど、はい、あと残りが一応9分半。わーすごい早い早い。全部かけます？曲一応、あ、それともなんか2番とかで終わってもいいし、全部かけてもいいし。1番だけかけよう。1番だけじゃあ1番かけて後ろで流します。あ、1番かけて後ろで流しながら、ああ、オッケーです。やります。やります。ちょっと1番終わったらあれしますね。こんな感じで大丈夫ですか？あ、ごめんなさい、めっちゃ質問。全然大丈夫です。これあれですよね。この後ろで流してる間は、はい、ミュートになります。ミュートにはならない。うん、あ、でもツイキャスには一応入ってます。あ、で、音楽は放送には流れてるけど、うん、YouTube には上がらない。ああ、なるほど。じゃあその YouTube にはその音楽の間今喋ってるこれが乗るって感じです。ああ。今ツイキャスに見えてる人にも声は、あ、コメント来てます、ね。ああ、すごい。後でまた紹介しましょうか。はい。曲明けに。はい。武蔵さんからだ。嬉しい。コメントくれると嬉しいですよね。そう、めちゃくちゃ嬉しいです。じゃあ、下げますね。はい。はい、コメント来てるので、読んでみたいと思います。はい、嬉しいですね。はい、めっちゃありがとうございます。メサさんですね。はい。新人パーソナリティさん、ミキサーのマナミンさん、リスナーの皆さん、こんばんは、シュイ。ラジオの収録、生配信、お疲れ様です。新番組おめでとうございます。自己紹介してもらえるとありがたいです。じゃあ改めて、はい、ね、今からもしかしたら聞いてる方もいるかもしれないので。なるほど、はい、自己紹介ですか？自己紹介、あ、そっか、うん、自己紹介。はい、なんだろう、 ISD 個性心理学を、今広めている活動をしているトニーと申します。うん、
お願いします。はい、で、ね、この曲をかける前にはその ISD 個性心理学のことをちょっと聞いてたんですけど、これはあれでわかる、生年月日でわかる。あ、そうです、生年月日でわかります。はい、そうなんです。はい、ぜひ、ね、武蔵さんも気になるようだったらぜひぜひお待ちしてます、はい、うん、なんかもしそういえば気になる人とかって、なんかトニーさんのさっき言ってたインスタとか、あ、そう、インスタグラム、はい、フォローしたりしたら、メッセージくれたり、うん、とか、あと定期的にイベントにも出てるので、はい、そのイベント情報とかも、まあ、ラジオの中でお話しできればなと思ってます。はい、すごい、イベントにも出てるんですね。はい、出てます。そうなんです。あ、そっか、ちょうどこの収録じゃなくて、6月8日にイベントがあるので、そうですね、じゃあこの放送聞いてる方ぜひ、そうです、翌日朝起きたらどこであるんですか。読谷村の琉球ハーモニーっていう温活サロンがあるんですけど、うん、はい、そこの方で、やる予定になっております。お、なんか どんな感じで体験というか、何名か、はい、イベントを してる人たちが、あと集まって、はい、自分のその持ってる特技っていうかものを、まあ、お客様に施術するよっていうのが主になってるんですけど、はい、私は ISD 個性心理学で、はい、やってます。で、基本的に、フルセッションっていう形をやってるので、大体2000円から3000円ぐらいで、はい、その人の、持ってる個性とか、うん、まあ、バイオリズムとかで、今こういう流れが来てるよっていうのを、そう、伝えしてる子します、はい、そう、あ、そう、さっきちょっとそれで気になったんですけど、うん、そのただ単にそういう個性が分かるだけじゃなくて、うん、なんか人生の流れも分かるんですか。あ、そうなんです。なんかバイオリズム、あ、そうです、そうです、例えばなんですけど、はい、せっかくなのさっきね、まなみさんのやつ聞いたから、 あ、はい、ありがとうございます。そうですね、多分その動物まで話すとめっちゃその時間が足りなくなっちゃうので、はい、うん、それはもう後から、はい、じゃあお持ちのち、そっか、あ、でも今月そのリズムで言うと、うん、何かやりたいことがあったら今始めてた方がいい時期になります。っていうのも、はい、そのキーワードの中に、うん、積極的とか、なんだろう、企業拡大とか、そういうキーワードが入ってるので、うん、この時期、6月5日にこの、うん、次のリズムに変わるんですけど、はい、そのリズム期間内にその今でやりたいと思ってることを行動に起こしておけば、うん、それが、なんだろう、長続きするっていうか、はい、そう。じゃあ1週間で変わるんですか。あ、このバイオリズムって年月日ってあるんですよ、うん、で、日のリズムと月のリズムと年のリズムってあって、その月のリズムが、行動を起こすと長く続くよっていうリズムになってるので、そうそう、これが年のリズムの人だったら、10年続くって言われてるし、そう、まなみさんの場合は今月のリズムにその、なんだろう、始めると長く続きするよっていう、そう。何かやりたいことはやっときます。ぜひぜひ。私、はい、そのこの行動を起こすことによって出会う人とかも出てくるはずなので、うん、その自分がやりたいことに対してのその場所に人に会いに行くとかっていう時期。体力が今まだちょっとある方なので、そう。はい。多分ちょっと来月ちょっと体調が一瞬落ち、そんなのもあるんですね。なんか自分と向き合う時期と、そうじゃん、自分と向き合う時期と、人に向き合っていける時期っていうのも、そう、なんとなくそのリズムで分かってくるっていう。そうなんです。なんかそんなことがわかるんですね。そうなんです。あっという間に、やっぱり1分半なんですけど。ああ、めっちゃ早い。ちな
から次回もこの時間帯に収録しますかって。ああ、はい、またね。そうですね。ちょっと調整しながら。ぜひ。はい。そして、トニーさんですね。トニーさん、ラジオ初めてと思えないくらい堂々としてて、滑舌よくて話されてるのですごいですね。ああ、嬉しい。本当ですか、ね、でも緊張してるように全然感じなかった。めちゃくちゃ緊張してます。そうですよかった。はい。じゃあ、これからも。はい。毎週こんな感じで。はい。ゆるりと出ていけたらと思います。思うので、皆さんぜひメッセージとか。リクエストとか。はい。誕生日入れてくれたらちょこっとできるかもしれない部分が、はい、あるので、じゃあぜひ、はい、次の収録の時とかまでにぜひ生年月日お願いします。教えてください。はい。じゃあこんな感じで今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週もお楽しみに。